山口敏太郎の日本大好き。この番組は株式会社コンコース、新運動、株式会社フーミー、サークルプレジャー、株式会社トムソン、公認会計士、税理士遠藤陽介事務所、カウンセリング藤丸、有限会社投稿者、船橋タウン市マイフナ、占いの館千里眼、他各社の協賛でお送りいたします。恋、お仕事、人間関係で悩んでいる方はいませんか？占いで背中を押してもらうのもいいかも。口コミで話題の占いの館千里眼には、人気の占い師さんがいっぱい。あなたの心を癒す先生に出会えるかもしれません。占い好きの女子、未来に迷う男子、占いの館千里眼へ来てね。明るい未来への扉を見つけましょう。占いの館千里眼は、難波本店が 06-6634-9154、 アメリカ村店が 06-6211-6101。 占いの館千里眼で検索してください。難波やアメリカ村に来たなら千里眼にお立ち寄りください。さっきコンビニで、こう車止めようと思っとったら、なんかこう止めてダイブ入れて電池切ろうかな思ってたおばあんが来て、車乗ったおばあがバーンと来て、それさっき話してた、どいてって言われて、ちょっと車どけたらバッとここに入られて、おばあん何すんねんってちょっと怒りました。はい。それだけやけどな。山口敏太郎の日本大好き。バラバラやん。呼吸が合わないですね。呼吸合わんね、はい、どうしたんでしょうか。こういう時もあるよ、はい、うん、いや、なんかあったんじゃない、心に傷が生じるようなことが、はい、多分そんな気がします。はい、山口敏太郎です。牛田紀仙花です。はい、山口さん、牛田紀さん、すいません、南部一彦です。1600時間ぐらい寝てました。すいません、遅れました。そうなんや。そうなんや。あ、そうか。その、何、この月で課長師匠みたいなファッションは、どうした、何の心境の変化？1600時間っていうのは、だいたい 66.6 日なんですか、ね。ああ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今、はい、それと、このパワーストーンは、パワーストーンはどうした？ちょっと寝坊してまして。あれですか、この台本に書いてある南部さん、面白い登場の仕方、南部さん矢印、面白い登場の仕方ってが今のだったんですか。精一杯面白いことを今のだったんですか。面白かったです。そうです、面白かったです。あ、もう牛田さんは優しいな。優しいか。牛田さんは優しいから。そのパワースポットは何、パワーストーンは何なの。このパワースポット、パワースポットじゃ、パワーストーン何なの。パワーストーン、うん、僕がつけてるパワーストーンですか。なんか幸せになりたいの。半年前からずっとつけてたんですけど、今気づいた。あ、そうですか。これは なんか急に幸せになりたいとか、そんな心境になったの。いや、全然全然、なんとなく、あの、女からもうたもんです。普通に、そのままつけとるだけや。はい、うん、正直ですね。女性の方からね。あ、それは男性。男性からもうたってちょっと俺引くけどな。付き合いしてる方からです。あ、そうですか。いいな、いいですね。それはプレゼントで、まあいいことですね。というわけで、牛崎さん、改めて番組の趣旨を説明してください。はい、はい、この番組は、さまざまな価値観が行き交う現代の国際社会において、改めてこの日本独自のカルチャーや民族学をオカルト研究家山口敏太郎とその仲間たちの目線から見つめ、楽しんでいこうというラジオ番組です。なお、この番組はラジオサンキュー愛知北 FM ほか YouTube、 iTunes ストアほかで放送しています。過去の放送は YouTube、 iTunes ストアでご視聴いただけます。初めてちゃんと言えました。あ、そうやね。初めてなんですか。そうなんです、初めて、初めてちゃんと言えました。
驚異的なことやね。はい。びっくりした俺。いやいや、ありがたいことですね。うん、なぜみんな投げやりなのって、あの、パピプペポが言えないやつからクレームが来てますけど。山口さんも言えてないですけど、ね。パピプペポ。はい。言えてます。パピプペポ。はい。さあ、ほんで、何ですか今回は。投げやりの、投げやりの。さて、僕が休んだ、山口敏太郎の日本大好き、前々回の放送第10回目に、幽霊の声が入っていると、ネットニュースで呼んだのですが。なんでそんな、脚本に今日、忠実なの？いつもですよね、牛田さん。そうですよ、私たちは。そうですよ。私たちはそうなんです、うん。なんか俺がちょっと間違えた。この間の小倉さんとの放送、もうひどかったですね、あれ。それは俺で、オープニングから小倉さん、あの、リバーブのかかった声で突っ込んできてる。呼吸が合わないってことなんですよ。そうなんだ。山口さん、何を言ってるんだよ。似てるね。それ似てるね。あれ、リバーブ入ってたよな。いやだからまさかさ、あの、あんなボケ潰しありえんやろ。はいはい、うん、で。それをそのまま流すディレクターもすごい。いや、普通ありえん。ラジオ3級在来。あの人一応西日本、関西の出身やのに、普通のあのセオリーがわからんのかな。そこで突っ込むかみたいな。いや、我々で面白かったです。うん、いや、僕は楽しく、はい、あの会話をさせていただきました。面白かった？面白かったです。鬱陶しいと思ったけどね。なんてことを言うんですか？まだここまで構成に入って、ここでストーンボンとしてから言うてくれたのに、もうやってる最中から言うやろ。うん、だから、ちょっとね、いや、もうだから、もう小倉さんには罰ゲームとして、今、お化け屋敷長として。はい、罰ゲームなんていうことを言うんですか。半分冗談やからな、はい、お化け屋敷の担当者として言ってもらう。半分冗談やけどなっていう山口先生のこの優しい声が今響きました。この人いい人やなってみんな。心霊の話をしろ。心霊の話ですね。すいません。じゃあそういう放送の中でなんか変な声が入ったっていうふうにちょっと話題にね、なってるんじゃないかという話。話題になってる。その、うん、小倉さんが出てた回、第10回ですか？そうやね。10回目の放送で、まあ、変な声が入っとる。変な声。ツイッターで俺も指摘があったんやけど、雑音ちゃうって俺、なんか普通に返しちゃった。はい、雑音でしょあれは、みたいな。どうも雑音ではなかったの？じゃあこれを早速、ね、どんな状態やったかちょっと聞いていただこうか、みたいなことで。はい。はい、その時の放送があるということで。はい、聞いてみましょう。僕も知り合いにテレポーテーションして、はい、あの過去の人物、歴史上の人物に会ったとか言い張るやつもいるんだよ。でも僕は一切信じてないんだけど、はい、まあ確かに可能性がないとは言えないよ、うん、全面的にないとは言えないけど、そうそうあることじゃないじゃない、うん、でもその人たちの子供の頃の経歴を調べてみると、結構親から虐待されていたり、うん、特徴です、ね、あの臨死体験をする人も、うん、あのかなりの割合で、うん、あの虐待経験がある、うん、だから特徴です、ね、あの臨死体験をする人も、うん、あのかなりの割合で、うん、あの虐待経験がある。はい、はい、ということで、なんやろうね。なんかびっくりしました。ちょっと、まあ、って言うてましたね、はい、あれ人の声。いや、なんか鳥みたいじゃないですか。なんだろう、ね、あの鶏がケー、鶏ケーなんて言う。あ、違う、そんなふうに言うか。そんな言うたっけ。なんか鶏みたいな。鳥の声なのあれ。いや、違う、鳥じゃないですよね。なんかあの編集でつまんだポイントに入ったんじゃないの。違うの、編集でつまんだ場所じゃないの、そこは違うの。あ、そう。じゃあ何なんだろう。何でしょう、よく分からんね。ファーか。でもちょうどあれか、あの子供の虐待の話とかしてたところ。ああ、臨死体験とか、うん、そういう話、そういうことを、そういう嘘をつくのは、虐待された子供が別人格を作っちゃったり、構、うん、ってほしいからそういう嘘をつくんだなっていうところで、ふわーって入っちゃった。なんかそれもあるし、あと、ここの事務所、いますよね。うん、幽霊が？はい。私、何度か遭遇しちゃってるんですけど。それなの？それかどうかわかんないですけど。うちの事務所にいる幽霊が出てるのかな？わかんないです。何分あれ、何度も。え、いやー、わかんないですよ。あんな普通に入る声ではないですよね。うーん、人の声かな。人の声。なんか物金属音。いや、金属音とかじゃん。やっぱ声、機械っぽいですよね。じゃあ生物が発してるもの？のような感じはするんですけど。まあ確かにあのこの事務所、ごっついあのゴキブリが住んでますけどね。ゴキブリがね。はい。
常にゴキブリが張っている事務所でございます。ゴキブリ。あとヤモリとかがすごくいます。ヤモリおるね。ヤモリ、あの俺自販機で買ってる時におるね。パソコン、え、あ、先ほど音が鳴ったのはパソコンの音です。誰も言わないっていうのがすごいです。まあ、だからこういう感じでいろんな音が入り込んでくるかもしれないんですが、その現場について、まあその、あのスタッフさんですね、はい、穂積さんが、まあ、あのなんていうんですか、こんな感じでしたっていうのを証言、証言してる、はい、テープがありますので、はい、証言 VTR、 こちらで証言テープね、はい、証言テープ、スタッフの証言ということで、はい、お送りします、はい、じゃあそれ聞いてみましょう。いや、僕もですね、指摘されるまで気がつかなかったんですよ。もちろんあの現場には僕ずっとついていたんですけども、猫の声、赤ちゃんの声、泣くような状況ではなかったんですよ。もちろんスタジオに猫なんかいませんし、んーで、僕が編集してる時も特には気づかなかったんですよ。で、その放送をですね、ラジオサンキューの方に、送った後、そのラジオサンキューの担当者の方のメールからですね、あの変な音が聞こえる、なんか猫のような声が聞こえるっていう風に指摘があったんですよ。で、僕がもう一回確認したら、確かににゃーっていう声が聞こえてるんですよね。これは一体何なのか、ちょっと未だに分かんないですね。ということなんですけども、うん、あのものすごい嘘くさいすっとボケぶりがちょっと笑って、私内容全然聞いてなかったんですけど、面白い証言集なのこれ。あのよくできてる感じですね、うん、よく見る感よくありそうな、 ありそうなコメントだ、はい、うん、まあまあでもその放送局さんから、あの猫のこのような指摘があった、入ってると。これは何ですかという質問があったと。へー、うん、まあ確かに聞こえるけどね。これがネットニュースにもなってるんですね。あ、ネットニュース、そうね、リアルライブさんでネットニュースに、ツイッターでも指摘されて、うん、そうそう、あ、じゃあみんな聞いてるってことか。あのリスナーの人もいっぱい聞いてますよ。へー、うん、皆さん何だと思ってるんですかね。何なのかよく分かんないからそういうふうに言うんですか、ね、うん、だからインスで入れたんか、うん、それとも誰かの喉が鳴ったんかとか、みんないろいろ考えてるみたいなね。それも編集してる段階だ、入ってたんですか。気づかなんだじゃん。気づかなんだ。気づかなんだ。多分。ほう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 。何なんだろうね、赤ちゃんの声なのかな。その時はどんな話をしてたんですか。ドメスティックバイオレンスの話やな。うん、で、子供が親に虐待されたりすると宇宙人とおったとかな、幽霊を見たとかいう、そういう子供が嘘の話を作ると。いう話をしてた時にこうムヤッと入ったから、ちょっとね、子供がいじめられる話をしてた時に入ったからさ、ちょっと気色悪いなって話をしてたよな。まあそういう話をね、呼び込むとか、まあありますもんね、まあ、そういう話してたらそれが来るとか言うからね、うん、うん、そういうことなのかな。ちょっとなんか下せない感じがするよね。うん、え、何 こんなシリアスなテンションでずっと行くの今回は。最初からテンション低いですね今回。せっかく南部さんが帰ってきたのに、あ、月出課長の影響を受けながら、南部さん帰りなさいみたいな感じじゃなくて、こう心霊でなんか、いや、あのね、もう僕はあのそれ歓迎されてないんですよ、うん、それでいいんです。僕はそれでいいの。僕はもうそれでいいんです。リスナーの方は待ってましたよきっと。いやいや、もう待ってないです、待ってないです。もう牛崎さんがどれだけ喋るかをもうリスナーの方は。なんでこの譲り合いみたいな、はは言うてきてるわけね。何を言ってるんですか、牛崎ファンが。何言ってるんですか。ああの、僕はね、この、あの山口先生が、あのしょうもないボケをかもした時に牛崎さんがほんま人を殺めるような目をするこの瞬間が好きなんです。何これを見るために僕は帰ってきたと言っても過言ではない。あ、そうだ。適当。何言ってるんだよって。これあの入ってると思いますけど。いや、そんなヒャーより全然怖いですよ。いや、もうあれやね。いや、入ってる。心の声が。僕はもう牛崎さんの動向を常に注目してます。
藤崎さんね、きついもんね。いやいやいや、このな秘めたるきつさがね、魅力なんですよ。だいたい、あの、最近うちの嫁とかと結託して、はい、あのキャスパーとかを従えて、その女性派閥が社内で強くなってる。マジですか。最大の発言力を持ってる女性陣がね、はい、トトー君で俺にいろんなプレッシャーを与えてくるから、攻撃してくるんですか。こうせーあーせーみたいな。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。うん、もう俺野田首相みたいなもんや。小沢一郎にいじめられる野田君みたいになってる。それかなり辛い立場だということですね。そういうことだな。はい、そんなわけで検証を続けてまいりたいと思います。検証してんのそんなわけで。はい、 CM です。検証という、はい、山口敏太郎の日本大好きキャスパー、本当のことを言え。日本人の心の源泉をたどる雑誌、月刊たまゆら。たまゆらは日本の神道、祝詞、五木神事など数々の日本の伝統へのアプローチを中心に、精神性、古代史、霊的世界、環境問題や経済、医療など幅広く扱っております。マスコミが取り上げない本物の情報がここにある。発売は毎月1日。購読希望の方は月刊たまゆら、もしくは日本いやさかの会で検索してください。こんにちは、山口敏太郎です。毎週月曜日配信中の山口敏太郎のメールマガジン、サイバーアトランティア、闇の勢力の数々の謀略、秘密結社の陰謀など、 UFO 宇宙人の真相、未確認生物の正体、世界中で起こる怪奇と不思議を網羅し、その謎を紐解いてるメールマガジンなんですね。ぜひ皆さんフーミーで検索してください。メールマガジンスタンド、フーミーで山口敏太郎のサイバーアトランティアを申し込んでください。よろしくお願いします。iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録。山口敏太郎が監修する渾身のアプリ。毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？山口敏太郎の日本大好き。この道を君といつも歩いていたよね。馬かぼう覚えてる？さあ、ということで検証スペシャル、まだまだ続いておりますが、検証スペシャル、検証してるん、これしますよ。します。今回はこれ一本で引っ張るよ。本当ですか？みんなうすうす無理だと感じつつ、いや、そんなことないです、そんなことないですね。前回僕の代わりにゲストで来ていただいている小倉さん、はい、小倉修先生、はいはい、から、うん、ちょっとインタビューの音声が届いております。そうなんですか。スタッフさんが電話取材をすごーしております。今岐阜の柳ヶ瀬お化け屋敷でお化け屋敷長をやってる小倉さんから来たんです。お化け屋敷長、うん、今度会ったらお化け屋敷長って呼んで。小倉さんは何でもやりますね。漫画家、映画監督、格闘家、うん、小説家、お化け屋敷長。何屋さん、すごいですね。今一生懸命お化けジェイソンの格好してグワーッと子供を動かしたりしてる。お化け役にもなってる。人手が足らんとか自らお化けの格好してる。素晴らしい、タフですね。人手が足らんような状態なんですか？君も行く？お化け屋敷副長のがあるけど、どう？マジですか？副長、あのちゃんとバイト代は払いますよ。そうですか？そんななんかラジオで言うことじゃない話をラジオでするんですね。そうです、はい、いや、まあ、もうお金は必要ですからね。全然検証になってないですけど大丈夫ですか？お化けのパフォーマンスはこっち勉強にならん、はい、そんな、うん、あのお化けのパフォーマンスは芝居でもな。あ、お化けのパフォーマンスですか？ごっついその辺牛崎さんなんかプロじゃないですか？え、だって間合いとか勉強ならん、この間合いで行ったらびっくりするやろうなとかな。楽しいですね、うん、だからやっぱりあのお化け役は大切やね。何の話をしてるんですか？もうずれてる。もう小倉さんのインタビュー音声があるんですよ。そうです、あるよ先生。お化け屋敷長の、お化け屋敷長の、ね、ええ、そこでお化け屋敷に一言違うがな、ね、うん、んお化け屋敷副長がそんなこと言うたらいかない。副長がそんなこと言う、副長なんですか？行く？
いや、またそんなリアルな話したら牛崎さんに怒られます。もう録音行きましょう。はい。しばらくお待ちください。はい、小倉です。あ、すみません、小倉さん。ですね。実はですね、この前収録いたしました日本大好きなんですけども、はいはい、実はですね、ちょっと幽霊の声らしきものが入っていたんですけども。幽霊の、はい、へー、どこですか、どこに。ですね、はい、番組の39分ぐらいなんですけども、へー、はい、にゃーというなんか声の赤ちゃんのような、なんか猫のような声が、はい、あそこには別に赤ちゃんも猫もいませんよね。そうですね、はい、何か入ってたんですか。そうですね、はい、おそらくそうなると幽霊の声じゃないかというちょっと、感じになってるんですけども。ほう、はい、何か思い出せるような、そういうのなんか幽霊の話とかねやってましたからね。そうなんですよ、あの時ね、そう、なんかこう妙な寒気を感じた記憶はね確かにあるんですけども、まあ、僕そんなにね、いつも言ってるようにオカルトはとりあえず疑うことが大切だと思ってるんですけども、あの時なんか例えば気持ち悪い寒気というか風みたいなと感じたような気がしますね。あ、本当ですか。はあ、いや、どこですか、やっぱねえ、そんなにどうなんでしょう、気持ち悪い感じはしましたよ。なんかだいぶしんどくなっていたね、聞いてるだけでも。録音を今2つ聞いて、内容ほとんど私全然聞いてなかったんですけど聞いてないんだ。でもその今初めて聞いたじゃないですか、うん、ここまで何分間か、うん、収録やってますけど、この時間が大変、無駄になるような発言をしていいですか。はいはい、何。これ多分声じゃないような気がするんですよ、うん、声じゃないってどういうことなの。まあなんか番組的には幽霊の声入ってたら面白いなって思うんですけど、私なんとなく山口さんの喉が鳴ったような気がするんですよ、うん、俺の喉が鳴って、はい、鳴ってで、なんでかっていうと、あの日私すごいお腹が空いてて、山口さんお腹が空きましたって言って、でキャスパーさんに頼んでチョコレートとかお菓子をたくさん買ってきてもらったんですよ。でそれをむしゃむしゃ食べながら収録してたんですよ、あの時。俺も食ってた。食べてました、一番食べてました。お菓子食って喋ってた。お菓子食って喋ってた。アイス食ってたっけ。アイスは食べてないです、チョコレートです。チョコレートまみれになってました、このテーブルが。でそれで喉が鳴ったのかな。喉なんか鳴ってたような気がしてきました。ってそこまでは分かんないですけど、気づかねえかな喋ってて。小倉さんも食べてた。小倉さんもみんな食べてました。そうなのかな。でもなんか山口さんの喉、気がしないでもない。え、喉が鳴ってるっていうことですか。なような気がするんですよ、あれだけチョコレート食べてますから。いや、チョコレートを食べてるかドーナツを食べてるかは別として、ね、そうですね、あんだけなって音が入ってたら多分そうだよ、みんなわかるで。いや、それドドなったねみたいに言うと思う。ちょっと山口先生鳴らしてみてください。あ、なんかもうちょっと高い。それは自然にやっぱ出るものじゃないですか。でもなったらわかるよ多分。今喉鳴ったねって誰か言うと思うな。私なんか聞いたような気がする。嘘。 あこれは新たな証言がなんかそういえばっていう気がしてきました。というか小倉さんが話してる時にむしゃむしゃ食ってたんですよ。食ってないと思う。チョコレート食ってないって。あるいはドーナツを。何も食ってないと思うよ俺。なんか、そんなような気がしてきました。そうなの。こんだけいっぱいあっといて俺の喉が鳴ったで終わらしたら大変なことになるね。でも、なんかその箇所なのかわからないし、もしかしたらその幽霊なのかもしれませんけど、私は喉の音にかけチョコレートかけます。今頃ごっつい霊が起こってるで。ほんまに俺らほんまに霊やのに、なんでこんな喉の音にされるんやみたいな。あ、でもできる限りそのなんか本物かそうでないかっていうのを正したいじゃないですか。あ、そこら辺、ね、これは本当の幽霊です、これは喉の音でしたとか、ちゃんとこれははっきりさせておくべき、それが検証です。あ、なんか一人真面目に行こうとするからね。
いや誰か真面目じゃない、まあ、そういう企画ですからね。いい全員ボケだったらもう収まり効かないじゃん。いやだってこの小倉さんの三本芝居ぶりを突っ込むのは誰もおらんの。聞いてる。何も突っ込んでこれ。え、お芝居やったんですかあれが。なんか構えてもの言うてるやん。そんな風には聞こえませんでしたけど。あのさ幽霊信じてないのにさ、え、幽霊の声が入ってたんですかって、なんかこのなんていうの、言わされてる感。そうそう、言わされてる感。棒読みですからね。お化け屋敷町かな。お化け屋敷町。屋敷町だからこその意見じゃないですか。ああ、そう、立場に立ってね、そういうことを言った。で、このちっちゃい話をこんな引っ張って引っ張ってするのは、小泉くんがスタッフさんですか。ガキの使いやらへんで泣こわれとんやろ。そういうことやりたいやろ。どうでもいいことをグーッと引き伸ばし伸ばしして、なんかバラエティー化したいんじゃん。ね、スタッフさんがこう一から築き上げてくれてるんですよ、構成台本はね。うん、それをもう鼻から崩すような真似はせんとき。はめ口。そんなやめときって。それをな、もう崩される。身分狭いおろを間に挟まれてる、ね、スタッフさんと。それをな、南部さん進めてくださいね、よろしくお願いしますって、こう昨日の夜酒を組み交わしたんですよ。あららら、いいじゃないですか。ね、こういう手でいきましょうって。あららら、もうね、言われて、あの、もう分かる。あ、これごっつええ感じやなとか、このテイストは。他に例なんかはないんですか、そのそ、こんな声が入ってたとか、ね、まあ逆に本物やったパターン。電波使ってはありますよね。ラジオは多いよ。多いですね。うん、まあ有名なやつはね、私にも聞かせてという事件が。ああ、はいはい、かぐや姫って知ってるでしょ。はい、あの、まあ、人気ホープグループ3人組のね、はい、あのなんか解散コンサートの、テープに私にも聞かせてっていう声が入ってて、まあコンサートに行けなくて死んじゃった女の子の霊ちゃうかという説があるよね。はい、それはあの、あれでしょう、あの竹内義和さん、関西にいる、はい、誠さんとコンビ組んでた、はい、あのサイキックっていう番組があってな。はい、あの、最近癖なんだ。そうそう、関西じゃみんな知ってる、はい、あそこの誠さんの相方や、はい、がテープの原本を持っとるけどね。あ、そうですか。それはラジオの収録、ラジオというか、まあそれで収録してラジオとかテレビで流しまくっとったけどね。だからあれはね、スタッフが言うたポロッと言うたのやつ、はい、例えばこのインカムで聞いてて、ちょっと指示が聞こえん、私にも聞かせてとかいうのが入ったんちゃうかなと俺は思ってんだけど、はい、いや、あれは人の声ではないとか言う人もいるしな。それはさまざまな意見分かってるよな。他にでもこういうのって多いよ。私の階段でもラジオっていうのがありますけど、うんうん、機会があったら、あの、ね、あれをこちらでも流していただければ、うん、ネタでありますが。え、なんでそんな自己 PR をこの。お化け屋敷副長に任命するよ、そんな。いや、お化けでいいです。お化けでいいですか。はい、お化けでいいです。あ、お化けでいいですっていう謙遜ももう僕はなんかよくわからないです。お化けでいいです。どっちのランクが上なのか下なのか。お化け屋敷副長の方が偉いらしいよ。ああ、そうなんですか。お化け屋敷長、お化け屋敷副長、お化け。なるほど。そうですね、お化けがいい、うん。一般のお化けとね、はい、うん。曲とかありますよね、曲の間に。うん、え、あの、岩崎宏美の万華鏡とかね。あそこら辺の黒人のバックコーラスの声だったりね。うん、なんだろう、他にもあのあれでしょ、あのオフコースの曲に入ってるとかね。うん、あと、まあ、いっぱいありますよ。あのジャニーズ系の曲にも入ってたとかね、あのアイドルの曲にも入ってたとか、結構ね、こういう音が入る系は多いから。あの、全然ラジオに関係ないんですけど、うん、はい、私先月、はい、京成線の某駅の、うんうん、エレベーターって、あの改札口から、うん、あ、違う、ホームから改札口に降りるようなエレベーターあるじゃん、はいはいはい、エレベーター、うん、エレベーター、エレベーターじゃないですか、若干エベレスト、うん、あるじゃないですか、はいはい、あれになんかすごい大量の荷物持ってたんで、それでホームから乗ったんですよ。乗った、はい、で乗って閉まる瞬間に、ガガッと閉まる瞬間に、うん、そっちかって聞こえたんですよ、うん、で、あっと思って、ああごめんなさい、誰かあの乗るんだなと思って振り返ったら誰もいなくて、うん、ホームにもエレベーターなんかにも誰もいないんですよ、うん、そっちかって何と思って、誰なんだろうね、分かんないんですよ、そういう例。だからそういうのって電波じゃないですけど、なんかそういうのが回線があっちゃうと声とかってたまに私聞こえちゃったりするんですけど、ちょっとそのささやき声はさすがにびっくりしました。俺なんすか、
前何だったかな、鶴瓶さんかなんかのテレビを昔大学時代 VHS に録音してて、はい、その中でなんか大丈夫だよっていう女の子の声が入ってたよ、何の脈絡もなく。 あれは編集ミスなのか何だか分からんけど、 VTR 見ながら聞いててあれなんでこんな声入っとるんやろみたいな。まあ時々そういうことがあるんやね。お腹鳴っちゃった、すいません。お腹が鳴りました。はい。もう喉は鳴るわ、お腹は鳴るわってことですか、もしかしてこれ。常にお腹すかしてるよね。そうなんです。全然最近ご飯食べてない。すいません。ああ、じゃあキャスパーチョコ買うてこい。おらんか。はい。キャスパーは、お化け屋敷営業担当部長として岐阜に行っています。もうさっきからスタッフさんの数多すぎてよくわからないんですけど。聞いてると全然わかんない。はい、じゃあ後半もまだまだ続きますよ、はい、この検証。はい。山口敏太郎の日本大好き徳島大帝国。岐阜でお化け屋敷体験をしませんか。7月13日金曜日から9月23日までの間、青い劇場旧豊臣座にて昭和レトロな柳瀬お化け屋敷が誕生。口裂け女が出てくる柳瀬お化け屋敷へゴー。お化け屋敷居酒屋もやってるよ。私綺麗、不動産持ちの方、事業経営をされていらっしゃる方、相続税のお悩みはございませんか。公認会計士税理士遠藤陽介事務所はお客様のご要望に沿った財産継承事業継承をお手伝いしています。初回は無料にてご相談を受けたまわっておりますので、お気軽にご連絡ください。電話番号は 03-5819-3105 です。気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、テニス、ダーツ、ライブから楽しい飲み会までいろいろ、見学者大歓迎。一度きりの人生だから好きなことやってたくさんの仲間とワイワイやろう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。山口敏太郎の日本大好き。キーボードを叩くとき、エンターキーだけをターンと強く押すのはやめてください。はい、お耳の恋人山口敏太郎の日本大好き、後半戦が始まりました。おびび、え、お耳おびびって何。ひとみちゃんをちょっと軽くパクってみたんだけど、名古屋の芸人のパクらないでください。で、まあ、一部の放送局ではこれちょっと前半の部分と1週間離れてる場合もあるので、はい、ちょっともう一回タイトルコールと名前だけやってみたんですけども、はい、山口敏太郎です。牛田紀仙華です。南部一彦です、はい、さあ、前々回の放送で流れた、うん、あーっていう声ですね、うん、この謎の声の正体を、まあ、突き止めようという、うん、結局前回やってもよくわからんままやもんな、うん、ことなんですが、前回その小倉さんにお話を聞いたんですけれども、うん、もう一方、霊能力者で占い師の斎王風水アーリン先生アーリンさんに聞いたんや。風水師さんですね、はい、アーリンさん。で、まあ、霊能力者でもあられる。会ったこともあるよね。まあ、僕お会いしたことありますけれども、ね、牛崎さんもあるよ、ね、はい、大好きです。アーリンさん、アーリンさん好きだ、かわいい。俺はアーリンさんと初めて会った時って、あの京都の駅で、あのものすごい、あのあれやね、あの プリキュアの踊りとかさ、いろいろ見せてくれて、それも8回ぐらい聞きましたそうだよなんでそんな潰すの、いきなり。いきなりカウンターで潰せない。8回くらい聞いて、毎回モノマネも聞いてて、もう私全部。モノマネ、アーリンさんのモノマネするんですか。全部もう。え、それ僕聞いたことないですよ。どういうことですか、アーリンさんの。これあったら似てない。クオリティが低すぎるってごっつ怒られるもん。そうなんですか。こういうマネなんですか。そう。振りもついてますよ。え、振りもついてます。振りもついてます。毎回それ聞いてます。あ、そうだったっけ、はい、毎回見てます。あ、そうそう、セーラームーンの踊りやな。セーラームーンの踊りが、ごつい。あの人、着ぐるみ師でもあるから、スーツアクターで、セーラームーンの中に入って踊ってるわけよ。スーツアクターはね、もう学生時代から趣味でずっと続けてんねん。
それでこんな風に踊るやでってこう。ほらこれをもう8回ぐらい。あ、これですか。もっと見てる。これが。これまあラジオを聞いてる方初ですからね。うん、あーりんやでーっていうこと。あーいいですね。そんな感じで喋るんですか。もういいです。何してる。そうですね、まあそんなアーリンさんからお話を伺ってるということで、うん、そうやね、鑑定してもらいましたけど、いやこんなん言うたら全然鑑定の内容がなんか信憑性がなくていやそれとこれは別ですから、あ違うか、はい、あお仕事あまた録音があるんですね、はい、ちょっと聞いてみましょう、はい、はい、もしもし、こちらアーリンさんでしょうか。はい、もしもし、アーリンです。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。あ、はい、すいません。前に私の方から送らせていただいたラジオの番組なんですけども、はい、何か霊的なものとかって感じられましたかね。あの音自身はレーザーの意思表示をしているために発した音ですね。表示ですか。意思表示です。意思表示、はい。はい。まあ、いわゆるラップ音っていうやつなんですけれども、はい。声ではなく音っていう形ですね。はあ、はい。その女の子の幽霊が一番強く見れたんですけれども、実際年齢がだいたい中高生ぐらいの女の子なんですけれども、ちょっとピンク色のモヘアのニットセーターを着てる感じの、80年代ぐらいかなって思われる女の子なんですけれども、その子が、お腹が空いているっていうことの意思表示をしたいがために、まあ、ちょっとこう山口敏太郎さんの、まあ、番組なんかでこう何か起こせばあの方が誰か霊能者のところに、まあ、お話持ち込んで自分の意思を通訳してくれるんじゃないかっていうような、まあ、目論みのもとの行為っていう雰囲気ですね。へー、あ、そうなんですか。何か物を欲しがっている感じなんですか。はい、はい、その、まあ番組の収録中にも、はい、たくさんの霊の出入りはあるんですけれども、はい、その中でも一番強かったその女の子はずっとだいたい10代ぐらい、10代前半ぐらいの姿は見えてるんですよね。実際の年齢は、はい、中高生ぐらいなんですけれども、だいたい小学生高学年ぐらいの姿として現れている女の子だったんですけれども、ちょっとお腹にたまるようなお菓子か菓子パンのようなもの、そういうものをちょっと欲しがっている女の子でした。へー、あー、そうなんですか。いや、実はこのラジオよく駄菓子の話題とか出るんですけども、それが原因ですかね。あ、そうかもしれないですね。やはりその話題の中に、まあ、幽霊がたくさんね、お話の中に出てきたりとかということは、そういうことに興味がある人がやっている番組である。で、そしてそういうまあ霊能者とかね、そういう通訳をしてくれる人にまあつてがあるっていうのと、そしてまあ多分駄菓子とかそういう美味しそうなお話をすることによって、え、お菓子みたいな感じでやってきてたのかもしれないですね。ああ、そうなんですか。これって何か悪霊的なものなんでしょうか。いや、悪霊っていう雰囲気はしなかったです。姿はすごく可愛らしい女の子の姿で来ていたので、はい、どちらかというとちょっとお腹が空いているだけの女の子、多分そちらのご家庭、どこかの、ね、ご家庭の幽霊さんやと思うんですけれども、供養はされてると思うんですけど、ちょっと欲しいものとしてお菓子、それもちょっとお腹にたまるような、まあそれぐらいの年齢のお子さんが好きそうな菓子パンとかお菓子、そういうものをちょっと備えてあげれたらなっていうのが一番あるんですけれどもね、ちょっとどこの家の子かわからないので何とも言えないんですけれども、はあ、なるほど。ですからその現場、収録現場にはまだいるかもしれないですから、まあ、次に、はい、そちらがお使いになるときに、はい、封を開封したお菓子、はい、食べてねっていう雰囲気のお菓子とか、まあ、菓子パン、そういうものをちょっと置いてあげて、その女の子、名前がなんか、エリナかエリカかなんか、そういうエリーなんとかっていうようなことを言ってたので、その女の子にちょっと、まあ、みんなで食べてっていう、そういう雰囲気のことを言ってから、お菓子をちょっと置いといて、まあ、それからちょっと収録をするという形をするなり、収録前とかね、
やってあげるといいかと思います。収録中だとちょっと喜んで他のいろんなまた音出したりとかする可能性がありますのでね。わかりました。 ありがとうございます。はい、アーリーさんの見立てということなんですけど、はい、何ですか、なんか急に本格的な、今まで茶番やと思ってたんか。何ですか、女の子の霊とか、ね、やめてくださいよ。お腹空いてるとか言うてはりましたよね、アーリーさん。このテンション何ですかね、ダムさん。何が、なんだとてめえ、この野郎、石崎この野郎。呼び捨てされた。いやそんなことないですけど、だって今まで小倉さんの話とかね、うん、なんかもう全然、うん。なんかちょっとコミカルな感じですね。そうでしたけども、うん、急になんか身のある話になってきましたよ、これ。そうですね。これ、なんとも石崎さん。でも本当によくわかんないです。よくわからないけど、でもアリさんがそう見立てたとすると、やっぱりお菓子がたくさん置いてあったので、うん、食べたくなっちゃった人なのかなって思いつつ、うん、でも、うん、やっぱり私は山口さんの喉の音はよく聞いてるので、なので、そんなになってるわ。山口さんの喉の音の方が、私としては一緒に収録をしてたっていうのがあるので、可能性が高いと。私は喉の音じゃないかと。そちらではないかなっていうふうに思います。まあ小倉さんと俺と藤崎さんしかいないから、小倉さんが喋ってる時だから、はい、小倉さんの横で俺がいたから喉が鳴ってもおかしくはないよね。ちょっと楽しい会話とかしてたら、なんか今喉鳴りましたよって言えますけど、あの時ってちょっとちゃん真面目な話をしてた時だったら誰もちょっと触れなかったので、私はもしかしたら、でもどっちとも言えないですけど。なるほどね。喉の方かな。喉が鳴った説。私はそう思います。なるほど、はい、でも喉の方から聞こえただけであって、例えば俺の真横で霊が立っていて喉を鳴らすとか、喉を鳴ってるかどうか霊が俺の横で支えてるだけかもしれないしね。うん、逆に俺の喉を借り、気管を借りて喋ってるとか、お腹空いたっていう感じだったんですかね。かな。だから俺はね、ちょっとね、最初は俺編集の時の変な雑音かな、つまんだ時の音かなと思ったんだけど、はい、それでもないなと思っていて、でも喉が鳴ったりして、あそこまで鳴ったら小倉さんがね、なんか言うはずだと思うんだよね。いや、そう、トークがトークでしたから、ちょっと矢口さん真剣に聞いてよっていう風に、なんかそういうツッコミがあるんじゃないかな。もっと楽しい話だったらそうなってたかもしれないですね。ちょっとこれ謎がね、分からん。ただアーリーさんの話だと、これは霊的な現象じゃないかと。まあ、この事務所はいますからね。本当に、はい、いろんなのが、霊的なものか、はい、女の子の霊は見た。女の子は私ちょっと分からなかったり、そんな若い女の子っていうのは。女子高生、80年代の女子高生。80年代の女子高生、スタジオに来てほしいですけどね。いや、来たらもう、そんな声だけはーって残すんじゃなくて、あのもうがっつり MC として、パーソナリティとしてね。落ち着け、80年代の女子高生って、落ち着けて落ち着いてますよ。80年代、喋る話やから、女子高生を連れて、ほんなら会いたい？ええ箱見猫とかいっぱい連れてくるよ、80年代の女子高生さんやったらもう誰でもいいですよ。いや、今、慣れの果てがいっぱいあるけど、うちの人。慣れの果て、慣れの果てのことはない。40過ぎの人だし。いや、40過ぎの方でもいいじゃないですか。いいの？それはもう、あ、そう、ワイワイにぎやかになりますから。まあ、でもその女の子が来て、はーって言ってお腹空いたと、いうことです。そういうことなのかな。牛崎さんだって霊感とかございますよね。はい、その点で見てたら、その時は牛崎さんスイッチ切ってはったんですか？なんか感じなかったの？何にも。だから私はリアルに喉の音だなっていうふうに。牛崎さんお腹の音ちゃん？違います。その時は自分、私すぐ言いますもん、お腹鳴ったってすぐ言います。あ、そう。あとでも自分のお腹じゃ分かんなかった時を聞きます。今私のお腹鳴りましたかって聞きます。あれってでも喉のブレス音かな、ブレス音にしてもおかしくないか、高い音で。分かんないですね、本当に。だからその説としては、その女の子の霊が山口先生に取り付いて、山口先生のその期間から声に出したのかな。ああ、それは有力かもしれないですね。ほら、ええこと言うやろ。そうやとしてもな。そうなったらどういうことなの？要するになんか祀ってあげないかんとか、そういうことなの？そういうこと？いや、これはもうお腹が空いたということですから。時々水でも備えてあげてとか、アリーさんもおっしゃってましたけど、まあそのお菓子があって、まあまあ遊びに来たみたいなこと。今日お菓子ないですね。
おかしないね、うん、そうですよ、牛崎さんご立腹ですよ腹減った腹減った、キャスパー買ってこい、ドランか今日カスパーじゃない、カスパーさんいないですか、カスパーそれはキャスパーが貸すと言いたいんですか、違います、あの担当マネージャーが、はい、だからアーリンさんが言ってたその、まあ、お菓子をね常にこのスタジオに、はい、まあ、祭るじゃないですけど、うん、そういう風にお供えしてあげる、お供えすればこう、うん、開ける感じで、あの、うん、コンパ開けしてね、ポテチなんかをこうやっとね、で食べてねみたいな、うん、全部山口さん食べちゃうじゃないですか、いや俺全部食べてるような言い方すぐ食べてるそんな食いしん坊ちゃうわ俺、あでもやっぱ山口さんの体を借りてお腹すいた感をアピールしちゃったか、うん、あれしたったかった、大丈夫ですか、牛崎さん、お腹減ってもう声も出へんようになった、いや大丈夫ですか、少女の霊が取り付いたんや、違います、多分私がお腹空いてるか、私がの力量かもしれない、あでも18歳じゃない、だって80年代だったら何歳、79年です、生まれ、はい、79年生まれのこと、80年代だったらまだ小学生か、え、そうじゃん、まあだから80年代、いろんな可能性があるということです。面白い。うん、面白い？面白かった。面白いな。そうそう。これをきっかけに、まあ、皆さんはどう感じましたかということですか。うん、あ、じゃあね、もし霊が聞いてるんやったら、もう一回声を入れてくれって頼むかな、俺。おお。女子高生のその幽霊さん、うん、80年代幽霊さん、じゃあもう一回。残り5秒なのに、なんでそんな話をぶっ込んでくるの？僕はわからない。さあ、9、あ、言わんか。山口琳太郎の日本大好き、怖いお話はかか、こんにちは、西洋風水のアーリンです。私が監修いたしました本格香港風水恋するゴフ、もうダウンロードしてくれましたか。恋も仕事も対人関係も全てをゲットできる情報が満載の携帯サイト本格香港風水恋するゴフは、毎日の占いや幸せを呼ぶ風水アドバイスをはじめ、仮想アドバイス、ゴフのダウンロードなど楽しいコンテンツがいっぱいです。皆さんぜひ各種携帯サイトで本格香港風水と検索してくださいね。肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597-8755、 営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。心の問題もお悩みにも解決の方法はあります。あなたは決して一人ではありません。苦しい時は一人で抱えずに専門のカウンセラーを訪ねてください。逃げるより耐えるよりもっといい方法が見つかります。人生を輝かせたいと思っているなら、心を健康にする具体的な方法、カウンセリング藤丸で検索。山口琳太郎の日本大好き、あなたの後ろに。はい、ということでお送りしていただきました、階段、うん、階段じゃないわ、何言ったんや、さっき階段の話、少女の霊が憑依したんちゃうか、そうそう、まあまあね、うう検証スペシャルですか、はい、まあね、あ、まあいろんな意見があるということで、ね、まあそれでええんちゃう、あのいろいろこう説が出ましたけれど、変に結論出なくていい、そうです、そうです、信じるか信じないかはもう皆さん次第だ、うん、ということで、聞いてる皆さんにもいろいろ考えていただければ、うん、まあそれでいいと思う、ね、真実は一つでないような気がする、そうですね、うん、お送りしましたけども、はい、いやまあこれ面白いね、なんかねこういうことやってるとね、面白かったですね、あの、あ、そうそう、少女といえば、はい、もう俺はこの前岐阜で少女からこうファンレター持って山口先生を書いてみました、ものすごい美形に書いてくれた、もう4回目ですその話今日なんかそんな多いですね、それでものすごい笑う、俺の似顔絵が美形すぎるとプンだよね、さっきまで3回目だったのにまた今日は2回聞きました、その話で自分がものすごい美形に書かれてるやつはあの全然 OK だよね、
OK です。OK、待って、俺が見てるから言うとめっちゃ笑うね。ひどいと思わん？ひょひょひょ。この、それまあ見てないので。ハラスメントの数々。ハラスメントの数々。ハラスメントなんですか？ハラスメントの数々。嫌がらせってことですね。もうね、ごっつい言うね、うん。何をですか？この厳しい、厳しいやつ。あ、俺見に少女の霊が起こったよ。なんか落ちてきましたね。俺のファンやで、多分。絶対そうやと思う。お疲れ様です。普通や。霊に普通に挨拶した。え、そのファンレターとかやっぱいっぱい来るんですか？もらいましたよ、この前。山内先生、宛てに。来ました、もらいました。どんなことが書かれてるんですか？いや、もう先生、誕生日おめでとうございます、みたいなこといっぱい。なんか、お化け足おもろかったです。18歳くらいの、いや、なんか、もっとちっちゃい美少年みたいな絵なんですよ。うん、山口さんって、あ、その似顔絵が送られてきた。もう多分、100回見ても多分誰か分かんないと思う。ひどい。分かるって、あの、ループ隊。ループ隊。絶対分かんないですよ。もうね、ループ、俺な、もう、本校あの連載のな、はい、あの、キツネ面かぶった、やつも、はい、あれもクレーム続出なんや。笑いすぎ。あ、すいません。これ誰ですか？誰ですかですよ。山口先生、これ誰ですか？これ俺やねんって言ったら、はい、デフォルメしてるんってこと。デフォルメって、いやまあ20年ぐらい前は俺あんな感じだったよね。ごぼうみたいな感じです。ごぼうじゃないです。それは30数年前の写真。あ、そうですか。中学の時の写真。はい。ということで、はい、ということで何のまとまりもなく、はい、エンディングに突入していきますけど、はい、まあいろいろまあこういう夏場なんで、イベントことが集中してます。告知がいっぱいありますね、はい、これね、あの平方パーク、はい、平パー、あで、めっちゃ普通に電話鳴ってるけど事務所ですからね、無視して続けます、はい、真夏の夜の怪談、はい、これがですね、7月28日、8月4日、8月18日と3回にわたってやられます。それで平方パーク夜9時から、8月18日の第3夜ですね、山口敏太郎とアーリンさんが出て心霊写真の解説とか怖い話をします。真夏の夜の怪談、夜19時から8月18日山口敏太郎とアーリンの、めっちゃ怖い怪談に来てくださいということですね。はい。それから吉崎さん、何かありますか？あの怪談ライブがいっぱいあります。はい、はい、どうぞ。まず一番近いところですと8月の11日と12日に、はい、岐阜県水戸の町で、うん、ライブを行います。で11日は私牛崎専科単独ライブでして、12日は山口さんと私2人でやります。でこの水戸の町が、はい、ガス灯祭りというので、あ、そう、ね、ガス灯祭りのイベントの一環として私たちが階段ライブをやるということで、そういうことですね。子供も入れます、うん、確か。なるほど。500円だったと思います。子供は、大人は、ああ、どうしよう、わかんない確か、ちょっとネットで調べてください。はい、雑な口やね。はい、はい、あとこれはやらないですか？はい。で今度は、先ほどが水戸の町なんですけど、今度は美しい殿の町ね。はい、はい、で今度8月26日に、長良川音泊温泉博覧会ね、はい、プレイベントとして、今お化け屋敷をやってる柳瀬お化け屋敷の2階に、うん、劇場があるんですけれども、うん、そこを借りて豊臣座ですね、うん、豊臣座にて怪談ライブを行います、うん、はい、これは日曜日ですね、夜6時から9時まで。3時間ですか？3時間私一人ですか？すげえ。3時間、参加費は2000円となっております。じゃあ前座にあのお化け屋敷長に階段を語っていただきます。大丈夫です。大丈夫。はい、お化け屋敷長は嫌で不要ですか？いや、そんなことないです。ちょっといろいろと考えさせていただきます。あのキャスパーを残すことも考えます。あ、それは大丈夫です。大丈夫ですか？はい、それは大丈夫です、はい、大丈夫です。でその後いよいよ9月1日に千花会談の千秋楽を迎えます、はい、で場所は浅草花屋敷、有名な遊園地ですね。皆さん、一番古いお化け屋敷で下町では有名です。はい、はい、でここのお化け屋敷を閉園後の遊園地を借り切って、これは面白いですね、はい、で全部の乗り物とか全部ストップした状態で、うん、お化け屋敷だけを開けます。なんか夜のお化け屋敷ってちょっと怖いイメージがあったり、はい、あのなんかね、遊園地とか乗り物が止まっていたり、はい、夕暮れの中での
この遊園地の風景、そうですね、ちょっと都市伝説的な感じもするし、はい、まさに階段にぴったりの情景ですね。お化け屋敷をまず入場したお客様はお化け屋敷に入っていただいた後、うん、階段ライブに来ていただくという、ルートにしようかなというふうに今考えているんですけれども、これも最初私山口さんにどうしても千秋楽花屋敷でやりたいって言った時、最初えって皆さん、あの奥さんもえっていうふうになったんですけど、お願いします花屋敷でやらせてくださいっていうふうにいろいろ言って、でお化け屋敷もだけもちょっと動かしてくださいっていうのも花屋敷の方に無理言ってお願いをして、ようやくここまで来た。はい、のでもうものすごい苦労しましたよ僕としては。ありがとうございます、本当に、うん、だからもう僕のネタは何回聞いても新鮮なリアクションを取るように。あ、わかりました。あ、そこはわからないですので、ちょっと料金ですとか詳しい内容はまたブログですとかツイッターので どんどん告知をさせていただきますので、ぜひ千秋楽来ていただければと思います。今年の集大成です ね9月1日千賀階段セカンドシーズンのファイナルを飾る。そうですね、大人のお化け屋敷、はい、夜のお化け屋敷、夜のお化け屋敷絶対で、まあ、来てほしいですね。あのアフター5の遊園地みたいな感じでね、はいはい、あの終業が終わった後のシーンとした遊園地の中でお化け屋敷と階段ライブの会場だけは、はい、光が灯ってる。そうですね、ぜひ。怖いですよ。またスカイツリーも今ライトアップされてますので、夜すごくいい雰囲気になると思います。そうですね、はい、ちょっとこれまだじゃあ詳細はまた今後追ってブログとかツイッターで、はい、そうですね、はい、お願いいたします。で岐阜のお化け屋敷も相変わらず順調にやってまして、はい、そうですね、小倉お化け屋敷長以下、はい、はかるプロレスラーはかる選手が異界への渡し船担当ということでかなり好評ですね。あのもう今すでにリタイア者数が130人以上超えてますからね。リタイア者数っていうのは何ですか。途中でこれ以上進めない人はギブアップっていう風に、コースがめっちゃ長い、ね、ああ叫んでくれればスタッフが救助しに行きますという。そんな怖い、そんな怖い、子供をガチで怖い、まず扉開けた段階でギブアップって入り口でもう聞きなり怖いそれめっちゃ冷やかしやな。で、いや船で行くやん、船でちょっと入り口まで行って、はい、そ船で行くんですか。まあ、人がこう渡し船をこう引っ張っていくんです。長良川のイメージで船を、これ怖いでも本当に雰囲気がいいんですよ、あの船が。へえ、もう引き戻すことあ、ね、後戻りできない雰囲気がいいね。うちの妹が、うん、あの草木女がお化け屋敷の中に入ってるんですけど、たまに入ってるんですね。たまに入ってるんですけど、あとは分身が何人もいるので、で交代で入ってるんですけど、隠れて待ってるじゃないですか、子供たちを驚かすために、まあ、ために、はい、会う前にギブアップされちゃうと彼女へこんでましたね。なんで来ないんだ、私に会う前にギブアップすんじゃねえよって叫んでました。あ妹が、妹が切れてましたね。貝がないですもんね。そうなんですよ、鎌持って隠れてるのに全然子供来てくれないっていう。でちょっと長すぎるからちょっと子供にとっては絶望的な感じになるんかな。怖いですよあれ、大人でも怖いですよ、あの長さ、はい、まだなの、まだなのっていう、まだ続くみたいな、はい、まあちょっとねあの雰囲気がね、一から手作りですからね。ちょっと俺もジェイソンの格好してしばらく入りました。それで商店街で人を襲ってたんや、商店街のね、はい、もうスポットで、はあ、あれ怖がるな、こうこれ死体のふりとかしとったら、いや怖がるでしょそれ商店街にそんなもん、ジェイソンの商店街のまあコーナー、イメージした某コーナーがあってだな、そこで俺死体のふりしてこう倒れとるわけよ、倒れとって、それで黒幕の向こうに上半身があって下半身だけ倒れとってこんなになってんねん。で子供がそーっと横通っていくやん、はい、そしたらズバッと起き上がって襲いかかるとみんな怖がる怖がりますってそれ怖いんや、子供泣きますよ。あのインタビューで、うん、号泣してる子供とか、あ新聞じゃないですけどあれ載ってたりしましたね。あのハンマー振り回しながらあの商店街暴れながら追っかけていったら、うん、逃げよるな、逃げます。でも最初に誓約書を書かされるんですよ、うん、で走らないって書いてあるんですけど、追いかければ走りますって走っちゃうね。でジェイソンが走り、またね、あとさ、あの俺あのベッドが、まあ、暴行なんだけど、ベッドの中にこう隠れてて、そこからガバッと出て襲ったりね、テーブルがあってさ、テーブルにこう座って背を向けて座ってて、くって振り返って襲ったりいろいろしてたんだ。言っていいんですか。え
言い過ぎじゃないですか、ちょっと言い過ぎ、言い過ぎ、バラしすぎ。もっと怖い考え、襲い方を俺10個ぐらい考えて、うん、お化け屋敷師匠に伝えてるから。はい、まあ、かなりやばいよ多分、うん、中に入るお化け役の方たちも、うんうん、か日々変わってるので、そういろいろとあんまり打ち合わせせずにみんな好きなところに散らばってってるんですよ。なので自分のアイデアを出してるので何が起こるか分かんないっていう。みんなその人によってコースが違うから。そうなんですよ、だから予想不可能。妹も好き勝手に好きなとこ隠れ て、でも俺が出したやつはやばいよ正直。やばいよ正直。あのこれはえそんな脅かし方するんやってみんなもうトラウマになると思う。意外な、意外なとか、もうぜひ行った人にしか分からない、分からん、ね、体験をしていただきたいので、うん、はい。まあ俺は、俺のヒントは四ツ谷階段やな。四ツ谷階段の演出はあそこのお化け屋敷に入れたいな。ああ、いいですね、うん、いろんな要素が。まああなた逆さ釣りとかやってもらおうかなと思ってます。あなた、あなたの妹で。え、あ妹さんとかね、あの喉が取りつかれた。そうですよね。あのまた8月9日10日あたりは妹が本気出すと思うので、ぜひ9日10日あたりに行っていただくと、うちの妹が本気で、お化け屋敷に潜んでいると思いますので、その時に俺新しいアイディアがあるんですよ、はい、まさかここで、はい、ちょっともうびっくりすると思う。絶対来てほしいですね。料金も格安ですからね。子供は200円、子供200円ってどうですか、で毎日来てる子供いるんですよ。でしょうね、毎日来て毎日リタイアしてるんですよ。もうちょっと頑張ろうよって。最後まで行かれへん。そうなんです。400円すればよかったな。子供ですか、やっぱ毎日来てくれるようにっていうふうにも考えたので、大人の人も当日600円で参りが500円、うん、そういうことね。はい、ウェブ券もあるんですよね。そう、ウェブもあります。580円ですね。いろいろと試していただいて、帰りはそういうこと、ね、お隣のモンスターカフェで口裂けソフトクリームを、ね、あ、もう発売になった。はい、口裂け、いよいよ、はい、あの秘密兵器が、はい、秘密兵器もありますので、口裂けソフトクリームを食べずしてこの夏を超えれないの。そう、マジですか。なんかイメージだけでいくと食べにくそうなソフトクリーム。口がどうなってるんだ。口が裂けるぐらい、口が裂けるぐらい美味しい。うまい。はい、ではいろいろな、告知もありますけれども、はい、皆さん今回いろいろご検証とかいただいたので、はい、あのお便りを募集したいと思いますので、はい、ぜひこちらまでどしどしお寄せください、はい、NIPPONDAISUKI2005@yahoo.co.jp 日本大好き2005までどしどしお便りお寄せください。頑張れ、お化け屋敷町コーナーを作るか。大丈夫ですは, はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、赤く滲んでるね、もうやめようって言ったよ俺、そう寂しいけどさよなら、削られてく心、優しさがあるうちに素敵な思い出だけ抱いて、そう寂しいけどさよなら、さよなら、さよなら、君さよなら、一番好きな君さよなら、一番大事な君、一番素敵な君、一番好きな君さよなら。もう会えなくなるよ。
さよなら、おいおいおいさよなら、さよなら、一番大事な君さよなら、一番好きな君さよなら、一番好きな君。さよなら。